別校の、社員の皆さん、もちろん会社の役員の方、社長の方たち含めて、日本人の、兵庫県民の淡井圭介です。皆さんこんにちは。まずは本日2023年の、8月の16日日本語でしっかりと訳せる方、会社の方に伝えていただきたいんですが、私も、自分から提案したゲームですから、やっぱり、それなりにお金使って、自分のお金ですよ、使って、今までプレイしてきたんですけども、最近円安になって、金額が、ゲーム内のその原稿とか、今だったらコインだとか、そういうふうなお金の支払いが、かなり金額が上がっていたと。一応これはその私の方から、そのもともと我が天下というゲームのそのヘルプのところから、その会社の方に何かこうバグが発生していたり、何かシステムに問題があったら、しっかりと通達できるように、もしくは通報できるように、ああいうふうなものもね、もともと作っておいておくべきだっていうことで、作ってもらってるんですけども、そこでも言った通り、申し上げた通り、各国でその貨幣相場が、ごめんなさい、今言い間違えました。貨幣、為替相場、価値が変わってしまうと、今だったらものすごい円安なんですけども、それに合わせて、その自分たちの国家の金額に合わせて、そこの国のその販売価格を上げてしまうと、顧客離れが絶対起きるんです。これは別の仕事をしていて、同じ現象を私はしっかりと見ましたので、例えば、秀和株式会社という灯油の巡回販売の仕事で、2000年から2001年それぐらいの頃なんですけども、灯油の小売販売価格が1缶18リットル790円で販売してた頃なんですけど、すごく安かったんですね。で、それにはいろいろ事情があったんですけども、その為替相場が円高とかそういうことだけじゃなくてね、阪神淡路大震災とかあったから、一時期その安価な値段で、灯油が買えるように、阪神淡路大震災は1月17日、朝の5時47分に発生してるんですよ。私はもともと神戸市兵庫区というところに住んでいて、もう被災地のど真ん中ですね。で、大変な思いしたんですけども、ともとその灯油の巡回販売に関しても、なぜ灯油を販売してるかっていうと、停電が発生する可能性があるからであって、冬場にもし本当に停電してしまった場合、暖房器具が使えない、電気ストーブとかエアコンだと。だそういう時に、緊急事態が発生しますので、特に、雪が積もるような、地域では、そこまで、暖が得られない状況になると命の危険に、直結しますんでね、そういうためにも、灯油の巡回販売というものを、考え出したっていう部分ももともとあるんですよ。その会社が出来上がったのは昭和の頃なんですけどね、秀和株式会社で、その当時は顧客のお客様が30万人から40万人ほどいらっしゃったんですけども、灯油1缶あたりの値段が、1500円ぐらいで、1490円かな、それぐらいの価格で、2005年から6年、それぐらいの頃販売してたんですけど、もともとはそれぐらいの値段なんですよ。で、その頃は顧客の数が、もともとのその巡回していた地域、例えば、神戸市北区だとか、神戸市内だとか三田市内とか、笹山市内とか、全般的に大体どこでも3分の1かそれ以下に、3分の1ぐらいですかね、それぐらいになってましたね。半分いたかな、
なぜ半分以下っていうことは絶対間違いないです。もうあの販売数量見たら分かります。で、大体どこの地域でももう同じような状況になります。やっぱりあんまり安い値段で販売してしまうと、値段が復帰するとそれが高く感じてしまうから、やっぱり損してるような気持ちになってしまうんですよね。だからそれと同じで、あの円安だからといって販売価格をその国内のか、あの相場で高くしてしまうと、あの給与の算定表っていうものがどこの国にもあるはずなんですよ。だからそれで物事が固まっているから、絶対顧客離れが起きるんですね。で、今から、別行さんに、対応することを、申し出るんですけども、5年間、プレイしてない方、要するにアクセスしてない方のデータは、これはもう前もってね、公示しておいて、そのデータ消去させていただきますっていうことを、これ、別行さんだけじゃなくてね、今も、まあ、我が天下とか、我が天下戦国富武あたりの頃に、僕は結局、まあ、日本のゲームメーカーとか、まあ、中国の方でも、もともとその、インターネットゲーム、というものがあって、まあ、その頃はもともと初めの頃は大したあのデータ容量とか扱ってなくて、今スマートフォンとかで第5世代に対応できるデータ容量を扱えるようになりましたから、画像とかも格段に綺麗になりましたし、まあそのデータが重くなってしまってる。だから今何を言ってるかって言ったら、削除していかなかったらこれ容量大きなコンピューター永遠にみんな作り続けなきゃならない。これもう無理がありすぎますし、エネルギーの残存量問題、これ各ゲームメーカーの人しっかり覚えてください。世界的にもう今ガスの採掘可能埋蔵量は50年もないんですよ。で、石油に関しては今年でだいたい50年を下回るかもしれません。世界的に採掘可能な、技術的に採掘可能な埋蔵量はね。で、原子力の元であるウラン鉱、あちらも今ちょっと前のデータで800万トン、それがもう少しこう近年になると850万トン、まあさらにあのどこかから探し出してきたんだとは思うんですけども、それが正しい計算をしない場合、あの高近年の石油の埋蔵量が一気にガタッと国連レベルでの情報で大きく、下がったのは2019年の頃のデータで言うと残り69年分だったんですけども、2020年のインターネット上のデータ、多分国連経由のデータだとは思うんですけども、53.5 年分。これね、数年前に安倍政権の、これ安倍さんも私の知り合いでしたから、これしっかり計算しなきゃ、これ後で大変なことになると。仮に、53.5 年分を経過しても、まだ、石油が採掘できたら、それはそれで良かったじゃないですか。だけども、残り69年分だって言っていて、急にね、50年経過して、いきなり、石油、もう出てこなくなった、輸出できませんって言われたら、輸入してる国どうなるか考えてみたことあります。すべて物流止まるんですよ。で、原発のウラン鉱だって限りあるんです。ずっと地下を掘って採掘してるから。地下の中は巨大な空洞だらけ、今時世界中どこも。で、インドネシアも昔から石炭とかたくさん採掘されてるでしょ。で、インドネシアのその大きな地震とかも、まあほどほどの地震とかもかなり採掘っていう部分で、地震が発生してる可能性が高いと。で、エネルギーには限りがあるから、まあ僕のホームページとかで言ってる内容とか、その48番とかでね、スタジアムの建設費用とかを記載してるんですけども、一応まあお金の話から入れば、まあみんながどれだけ税金使わされてるか、なぜ消費税が上がっていくのかっていうところ、深く理解してもらえるんですけども、サッカーなんかみんなの税金で試合してるようなものですから、これが本当の話です。入場料払ってるよとかそういう話ありますけども、建設費がめちゃくちゃします。あと土地代で、国所有になってるんですよ。スタジアムが。これもうどこの国も同じでしょ。あんな金額返済できないでしょ。何百億円もしますから。なら高いサッカースタジアムなんか700億円超えますよ。土地代と、建物内でね。本当は球団とかが所有して固定資産税も払ってくださいような話になるんですよ。
だからもう大赤字で、プロ開催した瞬間、世界中どこのサッカー界も潰れますよ、そこの球団。これが本当の話。だからそこで、通信料とかで稼いでたお金を結局 CM 料とかで回したりしてたでしょ。でそれで会社が固定資産でスタジアムを自分の自社保有にして固定資産で払ってくれてるかって言ったらそうじゃないですよ。それされてしまうとどうなるかって言ったら、電話料金とかこういうふうなインターネットの通信料上がってしまう可能性がある。無理でしょこんな話。だエネルギーとか限りはあるんだから、スポーツ界もほどほどでいいんです。もう採算性合うところぐらいでもういいと思ってるんです、私は。だからオリンピックに関しても日本でものすごい巨額 の税金投入が明るみになったでしょ。で、中国でも北京のオリンピックが開かれた時に、それが公になって国内でも大問題になってたと思うんですよ。日本なんか9600億円以上使われたんですよ。今の為替相場じゃないですよ。1ドル100円ぐらいの頃。だから、僕はアニメ、漫画、ゲーム、音楽、映画、こういったものをその推進していて、スポーツ界に呼びかけているのは、河川の土砂のかき出しだったり、まあ、医師もですね、その、まあ、堆積してるところに関しては、まあ、持てる分ぐらいでいいですからね。いちいちもう重機なんかガソリン使ってたら負けですよ、人類の。早くそれだけガソリンなくなりますから。何のために体鍛えたの？力仕事するためにあなたたち、ね、みんなの税金使わせてもらったんでしょって、これが僕の言い分ですから。まあ、もちろん、商用原理で回ってる業界もあるんですよ。日本のプロ野球みたいに、年間140試合ぐらいするんですよ、大体。だから、試合数が多いですからね。だから入場料とかもまあ、優勝争いをしているようなところなんかは、やっぱり大きな金額になります。で、もともとサッカー界自体が試合数あんまり年間ないでしょ。だからその時点で無理なんですよ。最初から大赤字が確定してるんですよ。だから他の業界も同じです。ラグビーに関してもバレーボールに関しても、もう全部同じです。100メートル走ってる人たちとかも同じですし、マラソン選手だって同じですし、大赤字なんですよ。みんなの税金で仕事を、スポーツを生業として、生活していたっていうことで、そんな人たちにそんなめちゃくちゃなお金渡せるわけはない。何億円とか。だからテレビでその年俸の話とかなぜ出てきたのかどうか知らないですけども、しっかりとした個人の所得を公開しなかったら、公文書公開という法律がありますから、これ世界中どこの国にもあるはずなんですよ。だからそれで、国の税金経由でお金得てるんだから、自分たちにもらってる、給与だとか、もう、歩合とか出来高とか、報酬とか、どういう言い方しても同じです。年収いくらもらったのって。そこから所得税を控除したりとかの、その話。その話、実態いくらもらってたんですかっていう話になるんですよ。で、それ、潔く公開しなさいよっていう話になるんですよ。で、ちょっと話だいぶそれましたけども、そのね、もうものすごい顧客離れが起きてますね。その、最近、我が天下っていうゲームで、その、CD 機でしたっけね。そう呼ばれるっている、その、何か暗号みたいなもの。まあ、短いパスワードを打ち込んでっていう、その長年離れてたプレイヤーがそれで復帰してくれたら、まあこういうゲーム内でのお得な特典がありますよみたいな内容の、その友人再会っていうワード、まあそういうような内容をもともと私の方で、我が天下がその世に発表される前か、その、まあちょっと後ぐらいに、提案してたんですけども、もう原稿っていうその言い方もそうだし、飲料とか、代々部署、その SSR 部署とかね、ああいうふうな紫部署とか、青色部署とか、緑色部署で、武魂がどうこうとか、そういうこと、もう全部僕は兵種がどうとか、そういうこと、まあ数値設定はもう、作ってる人たちに任せなかったら、それはもう僕が現場入らなかったら、バランスが分からなくなりますから、まあまあ、その辺は別行さんにお任せしてるんですけど、僕の提案がなかったら、そもそもそのゲームは存在しなかったんですよ、ようにね。我が天下と我が天下戦国部。まあ、長年いろんなゲームをしてきましたけども、まあ、
かなり優秀な、三国志の歴史を扱うゲームの中では今まで一番面白いものなんじゃないかなと私は思っています。その評価で多分合ってると思いますよ。で、まあそれは長年プレイしていなかったらなかなかわからないんですけど、その分ね、辞めていった方たちっていう人たちがたくさんいて、で、その5年間プレイ、なぜその5年間っていう形で私が言ってるかって言ったら、裁判所も裁判番号の記録とかは残してるんですけども、裁判の行われてたその書類とかね、5年を経過したらもう全部捨てるんですよ。で、そうしなかったら、倉庫はいくらあっても足らなくなるでしょう。で、そんなものもうみんな管理なんかできないんですよ。で、その、扱ってるデータ容量、結構一人当たりのプレイヤーのデータ容量、重たいでしょう。もしかしたら、まあ、メガバイトなんじゃないかなと思ってるんですけど、もしかしたらギガあります？もうアイテムとかいろんなものがたくさん増えてるでしょう。最初はボコンとか一般的なその装備品とかだったのが、まあ、あと、まあ、専用武器とか最初の方からあったと思いますけども、最初のそのゲームは作る段階では私は言ってます。だから中国先行で先に始められましたから、だからまあいつそのね、その販売されてそのオープンしてっていうところが分からなかったですから、私の方でも。だから一番最初の頃からし始めたんじゃなくて、日本のその2017年の10月上旬か中旬かそれぐらいから初めて私はプレイしましたから。で、うん、まあ、すごく多くの方がやっぱり、まあ、ダウンロードして、まあ、ある程度ゲームして、そのやめていかれてますから、その5年間経過しても、その5年間ずっと経過、その入局というかプレイしてない方、そのアクセスしてない方は、もうまずそのプレイすることってないと思うんですよね。ついつい新しい作品ってやっぱりゲーム業界も出てきますから、何らかの理由によって、その、まあ、我が天下と我が天下戦国父母に関しては、今でこそだいぶ日々、あまり時間が、ある程度の時間しかかからなくて済むようになりましたけども、まあ、最初の頃の方は、その、毎日入局しなかったら、その、宝石宝箱とか、入手できなくて、どうしても毎日日々、その、入局せざるを得ない状況があったじゃないですか。だから、まあ、その辺は今は改善されてるんですけども、だからプレイヤーの方があんまりにも時間がかかりすぎると、持たない。だから、プレイヤーの方、やめていかれる方の方たちの方がダウンロードされた数よりも圧倒的に多いんですよね。ああ、じゃあダウンロードされて、そのまま継続してプレイされる方よりもやめていかれる方たちの方が圧倒的に多いんですよ。もうこれはどこのダウンロードするシステムのゲームに関してももう全部同じだと思うんですよ。やっぱり次新しいものとかプレイしてみたくなったりとか、これもみんなのその娯楽の世界ですから、みんなの皆さんのプレイヤーの消費者側の自由性がありますから、まあ、まあ、自分の好みでね、その、プレイしていただいたら結構なものですから。だからそのデータっていうのを削除しなかったら、その、僕もね、もう、その、友人のその再会のイベントのその、パスコードをいろんな友人に徹底的に、まあ、打ち込んでみようかなと思って、もう1時間ぐらいかけてずっと打ち込んでたんですよ。コピーしたものを貼り付けるだけなんですけどね。だけどそれでも延々とその欄が途切れることなく、友人申請今までしてきたけども何人ぐらいにしてきたんだろうって、もしかしたら500ぐらい届いてるんじゃないかなとか、そう思ったりすることもありますね。で、もう実数がわからないですね。その数値化されて表示されないですから。で、まあ実際多くの方は、まあ辞められた方たちがたくさんいらっしゃると。これが世の中の実態ですから。で、そのデータの削除、これ、我が天下戦国武武だけじゃなくて、まあ、スクウェア・エニックスさんとかもそうですし、
あの日本のメーカーでいうと、まあ、任天堂さんもそうですし、まあ、カプコンさんとか、まあ、そのインターネットのダウンロードのゲームを行っているところはもう5年あのプレイしなかった、もう世界中一律で5年にしましょう。そうしなかったら話きりなくなりますから、あんまり議論なんかしていても時間かかるだけで、経費かかるだけですから、もうないです。5年間プレイしなかった人はもう戻ってくることないです。まず5年もあのゲームで差つけられたらもう追いつかないですから、絶対。もともとその同じようなペースでその遊んだりとか、その課金されたりするような方たちと、まあ、ずっと長年プレイしたりとか、まあ、課金してる人とそうじゃない人で、まあ、強さがね、そのどんどん差がついていって、まあ、結局友人チャットとかで、ね、会話することとか、まあ、文章での会話になるんですけども、会話することがなくなると。まあ、一般社会を、まあ、現実的に、その辺も反映してる部分でもあるんですけども、まあ、これが、ここ最近、気がついた、その早急に、まあ、しかし以前の友人再会の時に言ったかもしれないですけども、確かに言ってると思うんですよ。いつものルートで送った SD カード。だからそれもね、もう長い時だったら何も見ないで、間の時間何も挟まないでね、僕4時間喋りっぱなしとかで SD カードとか送ってるんで、聞く方もものすごく大変だと思うんですよ。それを文章化して、淡井さんはこういうふうに言ってきてる、ああいうふうに言ってきてるって、それは米国さんに対して言ってることだけじゃないですよ。政治経済とかいろんなこと含めてですから、エネルギーの残存量問題からその解決方法から、ね、いろんなこと、社会情勢全て含めてですから、うん、だからまあ情報量が対処できないっていう部分がどうしても出てくるかと思うんですけども、もうここではっきりしておきましょう。とにかく私のホームページに、別校さんの方から、あの会社の社員の方がね、役員の人が定期的にアクセスしてもらって、淡井さんが何って言ってるかっていうことを、あの自社でね、あの日本語を話せる人いるでしょうから、その日本語を訳して、淡井さんがどういうふうに対応した方がいいって言ってるか、まあ、短く訳すると5年間プレイしない人は、そのデータを消させていただきますっていうことを告知しておいて、本当に消すっていうこと、それしなかったらもうコンピューター、だからインターネットの世界もね、いろんなその今までの事件とかの記事がずっと残ってるでしょ。あれ誰かが削除しなかったらどうアクセスすれば削除できるのかわからないんですよ、この世の中。だから誰がどう手をつけたらいいのの話になるから、ずっと容量の媒体、コンピューターをずっと大きくするしかないっていう話になってきますから、それはそれ無理な話ですから、資源の残存量問題でね。だからその辺はあの皆さん、ご協力、よろしくお願いいたします。ちょっと、長くなりましたけど、皆さん、ご対応のほどお願いいたします。長い間ご清聴ありがとうございました。